コウジロー、アザッス、ムータ、ウィアーズ。今日のゲストは永井雄一郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。永井さんとやる企画は、永井さんとシュート対決。シンプルなシュート対決、うん、1人持ち球7球で、はい、でシュートを打つ最中、永井さんに、ね、ちょっとシュートのコツをね教わりつつやっていけたらなと思っております。贅沢、めちゃめちゃね。ここで初心者ではあるんですけど、はい、意気込みをお聞かせください。意気込み、そうですね。やっぱドリブルが得意なんですけど、シュートとかボール蹴ることがあんま得意じゃないので、ちょっと自信はないですけど、頑張ります。いやいや、ちょっと付箋張ってます、ね。リスクをね。リスクは回避。斜め45度からの永井さんの得意なゾーンから、シュート対決をしていきますので。はい。皆さんどんなシュート見せてくれるのか。で、角度は結構あるので、まあ、いろんなパターンのシュートは打てるとは思うので、まあ、できたらいいなと思います。それじゃあやっていきまーす。シーザーズ、この位置で永井さんの、ね、得意なゾーンからシュート対決をやっていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いけるいけます。はい、あーいいシュート。今良かったね。超伸びたからね。良かった良かった。よし、1球目、うわーラッキーある。わーラッキーある。読まれてたな、完全に。よし、うわー、うわぁ、無回転。無回転だけど、甘かった。無回転、補修じゃないですか、普通に。もう、あ、ちょっと薄くなったから、もう振り抜くしかないかな。2周目、変なボール。これ、提供する。さすが、あー、無回転気味。うわぁ、4目、うわぁ、うわぁ、ナイスシュー。全然イメージとは違ったけど、ニア、ちょっとニア、すごい難しい。まあ、1点は1点。よし、フェイントだぞ。いきます。うわぁ、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 ナイスキー。よく止めたな、あいつ。すげー増えたんだけど。ナイス。いや、音やばかったよ、俺。ボン。宮崎さん、どこ来るか分からなかった。3球目いきます。あー、それじゃキーパー取られるよね。うまいうまい。ウータどう、アザースのシュート。アザースは全然怖くない。分かりやすい。いきます。はい、マジでー止まれてる、完全に。お願いします。うわぁ、うまっ。うわぁ、うまっ。でかい。技あり。すげぇ。マジか。あ、きっと引き取られる。あ、時間にいたから嫌だった。やばい、ループってめっちゃ恥ずかしい。よしね。いやー、ふかすなよ。なんで穴るかっていうのだけ。あー、教えてください。例えば、ここにこうボールが返ってくる、はい、だいたいこうやって走ってくると、はい、ボールに対してこう走ってくから、はい、後ろ足が遠くなるんです。あー、はいはい。で、インステップで蹴ろうとすると余計ボールが受けてからになっちゃう。だから、それだったらもっと深く行こうか、キーパーに対してこう向かっていくんじゃなくて、やっぱりこういう角度で行って、ここで踏み込めるともう少しボールに力が伝わる。読んでっかな。
これいかんよ。やりたかったんだ今の感じで、もしループ行きたかったら、ここが入った時に、こういった時にうわっ、そうすると、膝も普通に九州だと思ったところにポンってされるから。一回成績整理します、はい。今4周終わって、京次郎が1、僕が、0、長谷さんが2、長谷さんが2点。技ありシュートがね、本当そうだったんで、どんな店でくれるのかなってちょっとワクワクしています。まあそんなないですよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。5周目いきます。あー、正面行くんかい。なんか、まだスキックが強くなってる。なあ、はい。あー、狙い通り。シュート対決、はい、終了です。ありがとうございました。成績を発表します。アザス0、コウジロー2、長井さん4点ですね、はい。優勝です。アザリのね、シュート何本も見せてくれて本当に勉強になりました。同じ角度からこれだけの種類を見せてくれて、ね、すごいです。決めるとどっち来るか分かんないと、基本的にはやっぱキーパー見て駆け引きしながら、すごいなんかね、おちょくられてる感じがあって、どっちどっちみたいな。ループは悔しいからもう話しない。でもアザスめっちゃ教わってから、そうあのすごい球の質とかも、まあ、めっちゃ変わってた気がし、その体重乗った状態のまた巻いたシュートっていうのがあると、まあ、巻くとふわーんってなりがちだけど、あれが体重乗って速いボールで負けれます。感無量です。すいません、ゼロです。それでは長井さん、今日はお忙しい中本当にありがとうございました。長井さんの各種 SNS を概要欄に記載しておりますので、この動画の後は
チェックしに行きましょう。お願いします。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でもお会いしましょう。せーの、ウィナーズ。コナミ。